美濃斎藤家、馬主斎藤道三を当主として着々と半島を広げるその家に一人の青年が仕えている。青年の名は明智十兵衛光秀。彼は道三のもと美濃の安寧を保つため力を磨き続けていた。天文18年、斎藤家は南に隣接する尾張の織田家から突如侵攻を受ける。若き当主信長率いる織田勢の激しい攻め手に抗するべく、道三は光秀ら家臣に出陣を下知した。光秀編第一章、砲丸、美濃防衛戦。使命を果たす。織田の手勢が間近に迫ってきたか。急に打ち払わねば。うつけ殿の攻め筋いかほどか。お手並み拝見といこう。みんなまずはあの砦を奪い返そう。稲葉山城僕たちの手で守るんだ。安兵衛はこたびの戦の要、道三様同様倒されるわけにはいかない。うむ、頂上頂上、引き続き猛攻を浴びせてやれ。目障りな織田は残らず穿ち抜かん。これ織田の増兵どもめが数に物を言わせおってからに。味方が危機に瀕しているようだ。助太刀に行こう。おお、援軍感謝いたす。共に織田を打ち払おうぞ。皆進め、美濃に武名を轟かせるのだ。さてどう出る。まむしよ、この一帯の脅威は払えたようだ。よし、弓兵のみんな用意はいい。崖下の敵を穴だらけにするよ。よつ、斎藤の軍師のようだ。討ち取ってしまえ。見つかっちゃったか。対処しないと安心して策を打てないな。ああ、いいところに。お願い、力を貸して。救援、本当にありがとう。これで次の策を打てそうだ。織田の動き、
想像以上だ。これは僕自身の目でも確かめておかないとかな。織田の攻め手が緩まないと思えば、あの砦から増援を呼び込んでいたのか。ここを取る気か。そうはさせねえ。俺を信じる主の顔に泥塗りたかねえからな。くそ、お前強いじゃねえか。すまねえ竹千代。砦のダッシュに成功した。織田の増援も差し止められたようだ。中央の軍勢を払えば戦況を変えられよう。いかな強敵とで切り伏せねば。この奴らも気合入ってるじゃねえか。だがな、これ式で倒れるマタダじゃねえぞ。織田の豚がうつけと評されし男にこれほどまで深く攻め入られようと。鬼才の割にはやりよるわ。だがこの城ただのうつけには落とせるぞ。織田の前線が突き崩した。今より反撃に転じる。斎藤の攻勢が強まったらと。中ではいられないな。進行予想以上に早い。私が本陣を守護いたします。開門。本陣までの道立ち塞がる将は残らず払うのみ。どうやら敵方にも腕が立つ者がいるようだ。脅威か否か俺自身で見極めるとするか。本陣への道が開けたようだ。俺で総大将の間近に迫れよう。斎藤の奴ら攻めに転じたか。なら俺はその間に緩んだ手を突き崩すとするかね。開門。奴ら手薄な用地から攻め入る腹か。至急食い止めねば。その作戦僕にはお見通しだよ。彼らの足止め頼んだからね。斎藤ごときにやられる我らではない。来い、返り討ちにしてくれる。開門。さて俺も出るか。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。斎藤義辰め、敵で突貫とはなめおって。返り討ちにしてくれるわ。ああ義辰様、独断行動は控えてってあれだけ言ったのに。早く援護しないと。危機は去ったか。つくづく油断ならぬな。よし、敵を引きつけた。あとは時を稼げばこれでいいんですよね兄上。本陣に信長がいない。奴は一体どこに。雑魚に俺が止められるかよ。本陣に突っ込むぞ。本陣は制した。信長を倒さねばこの戦は終わらないだろうな。織田の動きなんか引っかかるな。ひとまず今は残る砦をダッシュしておこうか。その務め我らにお任せあれ。わずかな手勢ではあるが尽力いたそう。砦のダッシュに成功したね。お手柄だよ。ありがとう。さっき奪った砦から
前線に援軍を送ろう。これで戦局がより有利になるよ。ナブユキ、敵の誘引極王、この隙に俺が敵陣を切り崩す。本陣がおとりだったのか。その大胆さと度胸、敵ながら恐れいる。天下無双、それほどの力の俺に。斎藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い砲を止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。奴の力、他の将来とは比較にならない。ならば俺も死力を尽くし相対せねば。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするが、まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。この信長に土をつけるか。面白い男だ、明智光秀。いずれまた会うこともあろう。待て、取り逃がしたか。織田信長、底知れない男だ。